阿部監督はこう言ってくれた。2024年、阿部慎之助が新監督に就任した読売ジャイアンツ。前任の原辰徳監督の長期政権は、8度のリーグ優勝に2度の日本一など多くの栄光をもたらしたが、晩年は3年連続で V1 の屈辱も味わっている。そんなどん底から44歳の新監督はスタートを切らなければならない。歴代巨人監督の中で最も厳しい船出と言えるだろう。変わるが今シーズンの名門球団の合言葉だ。新指揮官自らが就任会見の席で自分も変わると宣言した。そんな巨人軍の中でまさに崖っぷちの状況から変わろうとしている選手がいた。ということで今回の動画では2024年シーズンに福岡ソフトバンクホークスから読売ジャイアンツに加入し新天地で活躍を見せている高橋嶺について迫っていきます。皆さんもコメント欄で意見や感想を教えてください。2019年新人王高橋嶺。2018年にプロ入りした高橋は2019年には開幕ローテーション入りを果たし、23試合の先発登板で12勝6敗、防御率 3.34 を記録し、パリーグ新人王を受賞。オフの11月に開催された第2回プレミア12の日本代表にも選出され、世界一に貢献。オープニングラウンド第2戦、プエルトリコ戦に先発した高橋は、6回途中まで完全投球。試合後、稲葉篤紀監督は、高橋の投球について、140キロ出ないまっすぐなんですけど、打者を差し込んでゴロを打たせていた。緩急、高低を使いながら、素晴らしいピッチャーだと改めて思いました。と脱帽。抑え込まれたプエルトリコのフアン・ゴンザレス監督も、本当に素晴らしかった。バッターにとってはなかなか打てない投手。アンダースローの投手はほぼ見たことがない。ああいうタイプの投手をプエルトリコの国内で見たことはないと白旗を挙げた。2020年は勝利の方程式の一角に組み込まれ、この年はシーズンを通して一軍のブルペンを支え、森唯人と並び、チームトップの52試合に登板。4勝2敗、23ホールド、防御率 2.65 という成績を残し、4年連続の日本一と3年ぶりのリーグ優勝に貢献。翌2021年には先発再転向を目指し、開幕2試合目のロッテ戦で先発を務めた。しかし7回途中まで投げて自己ワーストの9四死球。続く4月3日の西武戦では6回8四死球と制球難に陥った。カーブの習得により小手先で操ったせいで体幹が抜けたと本人は語っており、フォームを崩したことで制球だけでなく平均球速も130キロ前後まで低下。開幕から乱調が続き、4月27日に出場選手登録を抹消され、その後は制球難と怪我に悩まされて出場機会を激減させた。2023年には春季キャンプ前に1軍でとにかく先発でも中継ぎでもいいので多く投げられることからと死に物狂いでの再起を誓い、2軍戦で好投を見せるも1軍では制球難を改善できなかった。このことについて投手コーチの斉藤和美は、ファームで投げているものが出た上での結果なら仕方ないと思うけど、それを出せないという課題を克服しないと前に進めないと苦言を呈した。結局2021年に制球難を露呈してからかつての輝きを取り戻すことができなかった高橋は、2023年11月6日アダム・ウォーカーとの交換トレードで泉圭介とともに読売ジャイアンツに移籍することが発表された。ローテーションの一角へ。巨人に移籍することとなった高橋は2023年11月9日に宮崎市内で会見し、一日でも早くチームに溶け込んで戦力になれるように頑張りたい。まずは先発で勝負したいが、役割にこだわらず求められるところで投げたいと意気込みを話した。シーズン開幕前の巨人の先発陣は戸郷翔征、菅野智之、山崎伊織の3人に左腕フォスター・グリフィンと4人は当確だと考えられていた。この4人の他に
赤星雄二、左腕ヨアンデル・メンデス、新人の西舘雄飛と選手層は厚い。そんな中で高橋は3月10日の阪神タイガースとのオープン戦に先発。さっき日本一の阪神に4回2安打無失点、4万1129人に埋め尽くされた甲子園で虎党の大歓声をため息に変えた高橋は、今日できることは全てやったと語った。阿部監督がローテ入りを入るかもしれないですねと示唆する好投だった。凝視する虎打線に慎重さよりも大胆さで攻めた高橋、2回までは打者8人中7人に初球ボールも、3回以降は7人全員にストライク先行。初球のスイングをかけてこないのは肌で感じた。当ててくるのがうまいので、早いカウントからでも勝負できるようなボールを投げられればと。立ち会った感覚を大事にした上で作戦を変更。経験値と技術の高さを物語る65球で猛虎打線を抑えた。杉内投手チーフコーチからも、5、6回とイニング数が増えても今日のような投球ができればと、試合ごとに信頼は右肩上がりで開幕ローテ入りを手繰り寄せた。好投につながった阿部監督からのアドバイス。巨人移籍後から好投が続く高橋が阿部から伝えられたのは、対左打者への攻め方だった。高橋は活躍していた2019年の日本シリーズ第2戦で、くしくも現役最終年の阿部と対戦している。対戦成績は高橋が7回2アウト1、3塁のピンチでストレートを駆使してサードゴロに打ち取るなど、3打数無安打に封じた。7回2アウトの阿部の打席で、高橋は初球でインコースを意識づけを狙ったまっすぐが地面すれすれから放たれ、ボールはホップして阿部の胸元をつくと、阿部は渾身のフルスイングで豪快に振り抜きファール。ホップしながらインコースにねじ込んだ高橋のボールは、コース、キレ、すべてが完璧で、阿部から見て印象的なものだった。2球目はアウトローにストレートが外れボール。そしてカウント1ボールストライクとなった3球目。ボールは真ん中に入ったものの、インコースへの意識づけが功を奏して、打球はボテボテのサードゴロとなり、高橋はピンチを切り抜けた形となった。アンダーハンド投手は、球速で打者を圧倒できない代わりに、体感で驚かすことは可能だ。打者にとって下から浮かび上がってくるボールを打つのは至難の技と言える。実際に高橋が阿部に投じた初球のインコースの球速は135キロ。数字だけを見れば平凡だが、阿部が放ったファールは明らかに力負けしたものだった。アンダーハンドの高橋にしか投げられない渾身の一球だった。阿部は後に高木豊との対談で、球の速かったピッチャーについて高橋が日本シリーズで当たった時にめちゃくちゃ速かったと明かしている。一方の高木は、印象が残っているんだろうね、もう一回再現させたいと思っているんだろうというふうに感じると阿部の心情を考察。加えて2023年は変則ピッチャーがすごく活躍した印象がある高橋嶺には、先発中継ぎで幅広い起用を見込めると指摘。さらに現役ドラフトでソフトバンクから阪神に移籍し、2023年には12勝した大竹耕太郎を引き合いに出し、高橋は力のあるピッチャーだからすごく期待していると述べた。実際に高橋と監督として再会した阿部は、日本シリーズの時に俺に投げた感じでいいんじゃないって、抑えられたからちゃんと内角高めに放って、それが下手投げの武器でしょってとアドバイスしたことを明かしている。阿部は高橋にインコースやチェンジアップを交えながらフォームの利点を生かす重要性について力説した。高橋は2023年11月9日に行われた移籍会見で阿部からのアドバイスを熱望しており、実際に阿部からのアドバイスを受けた高橋は、どういう心境で監督が打席に入っていたのかを聞けてよかったと充実の表情を見せている。その後もさらに高橋のかつての輝きを蘇らせる阿部からの意識改革は続いた。高橋の変化が顕著に見られたのは2月27日のオープン戦、北海道日本ハムファイターズ戦だった。
3回先頭、日本ハム加藤豪介の初球、キャッチャーの山瀬慎之介はミットをど真ん中に構えた。ど真ん中狙いが功を奏してストライク。ワンストライクからの2球目、真ん中低め116キロスライダーでセンターフライに仕留めた。この試合は23球の2回完全投球に計画通りに進められている。結果につながる練習をしていると思っていると高橋は手応え十分だった。この日の高橋は制球力が課題ゆえ、コースを狙いすぎてカウントを悪くした過去とは明らかに違った。この日初球ストライクは打者6人中5人で、ボールは4番万波中正だけ。2021年は打者19人で初球ストライク9人、2022年は打者63人で同33人と苦しんだ。だが移籍後、阿部監督に気づかされた困ったらど真ん中の意識に再起を後押しされている。ストライクを取るのが苦しいというメンタル、技術ではなくなっている。難しいことを考えなくていいと余裕を持たせてもらえるのはありがたいと変化を実感したと高橋は語っている。さらに高橋は今シーズン初登板の前日にソフトバンク時代との気持ちの変化について、 100% のボールを投げ続けないといけないと思っていたが、決してそういうことではなくてハードル下げてやっていることである程度安定した結果が3月2月と出ている。メンタルが全然違いますと変化を明かしている。1086日ぶりの勝利から瞬く間に信頼を勝ち取った高橋。巨人に移籍後、課題だった制球難を克服し開幕ローテ入りを果たした高橋は4月7日の横浜 DeNA ベイスターズ戦に先発。6回3安打無失点の好投。2021年4月17日の西武戦以来、実に1086日ぶりの勝利でチームの連敗を2で止め、同一カード3連敗を阻止した。高橋はお立ち台で、福岡ソフトバンクホークスから来ました高橋玲です。まず今日1勝目できたので、引き続きいいピッチングをできるよう頑張ります。と巨人ファンに挨拶。ソフトバンクで低迷したシーズンを振り返り、3年間いろいろありましたし、結果が出ない中、それでも応援してくれるファンがいたからこそ、ここまで頑張れたと本当に思いますし、勝利という恩返しができてよかった。と笑った。試合後、阿部監督は高橋の投球について、序盤ちょっと球数多いなと思ったんですけど、なんとか切り抜けてくれて、素晴らしいピッチングだったと思います。と話し、続けて、もともと僕も対戦したことありますけど、いいピッチャーですし、変則ならではの投球術をしっかり使えているので、必然と言ったら必然かもしれません。と、高橋の好投を絶賛した。高橋は、シーズン開幕から好投を続ける一方で、4月28日の DeNA 戦に先発して、5回途中2失点、7四球を記録した。高橋は、味方打線から2点の援護点をもらった直後の4回、先頭佐野啓太を四球で歩かせると、続く牧秀悟に二塁打を放たれてノーアウト二三塁。宮崎敏郎にはストレートの四球でノーアウト満塁とピンチが拡大。さらに、楠本大志のセカンドゴロで1点を返されると、続く関根大輝のセカンドゴロで2点目を献上。制球難は続き、5回ワンアウトから3連続四球を与えて満塁としたところで、阿部監督から交代を告げられマウンドを降りた。高橋は、先制点を取ってもらった次の回に四球から点を取られたことが反省点です。野手の方に申し訳ない、次は同じ失敗をしないように調整してきますと終始反省。それでも阿部監督は、こういう日もあるし反省点はあるだろうから、次の登板でどうするかという反省をしてまた投げてくれればと思います、と責めることはなかった。ソフトバンク時代は制球難で出場機会を激減させていた高橋だけに、この日の登板で阿部監督からの信頼を失ったように思われたが、試合後の阿部監督の言葉は高橋への信頼が揺るがないことを感じさせた。いかがだったでしょうか。今回の動画では
福岡ソフトバンクホークスから読売ジャイアンツに移籍し、新人王を獲得した2019年、中継ぎで活躍した2020年以来の輝きを取り戻しつつある高橋嶺について迫っていきました。阿部監督からの言葉で、本来の投球を取り戻しつつある高橋は、巨人優勝への大切なピースとなりそうですね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。